元スマップの木村拓哉が25日、都内で行われた映像配信サービス、ヒヤオの新 CM、キング OF 無料動画、ヒヤオ発表会に出席した。ヒヤオ、新 CM、キング OF 無料動画、ヒヤオ発表会に出席した木村拓哉発表会では、7月27日より5大都市、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌で放送される新 CM、ヒヤオ登場、編、15秒、と、ヒヤオ今いいとこ、編、15秒、をお披露目。当 CM では、木村が中世ヨーロッパのような重厚な世界観の中で、無料動画をこよなく愛するキング OF。無料動画、ヒヤオ役を演じ、チャーミングな一面も覗かせながら、無料動画視聴の楽しさを訴求していく。木村は、映画の撮影ですか?っていうセットが組まれていて、キャストの方もたくさんいらっしゃって、と壮大なスケールの撮影に驚いたそうで、本当に火。と廊下につけていただいたりとか、これ CM ですよね。で疑いたくなるような、映画の撮影に近いクオリティで撮影させていただきました、と振り返った。また、ヒヤオのフォルムになるために割と時間を要しまして、と返信に時間がかかったとのこと。ソーウィックで重量が結構ありまして、と説明した。さらに、撮影の前に王様になるということを把握していたので、一週間前からシェービングはしないようにして、現場で髭を剃るすらないを判断してもらおうと。最終的には、髭、ありになったのでそのまま撮影させていただいた、と明かした。発表会では、木村演じるギア王が描かれた巨大な油彩肖像画がサプライズで贈呈され、木村は、ありがとうございます、と苦笑。しっかり受け取らせていただいて、この肖像画をそのまま撮影クルーの美術さんの方にお渡しし、て、と話し、司会者から自宅に飾ってほしいと言われると、これ飾る大広間とかないです。ヒヤオのお家に持って行きます。次の CM に存在していると思います、と返して笑いを誘った。発表会には、ヒヤオ代表取締役社長の田中雄介氏も登壇した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。